の陽炎は何だったんだ。誰もいない、うん、でもなんかヤバい感じがする。モンストスタート。きっと番人が近くにいる。番人？エナジーポイントに引き寄せられるモンスターならここにとどまりはしない。エナジーポイントにはそれを守るモンスターがいるんだよ。ですが、その番人って方の姿も見えませんね。カゲロウ？来たな、よこしまな者が。お出ましか、レン。全に逃げ場なしか。よワルプルギス、ワルプルギスナポレオン、はみんな下がれ。みんなをミロクが守る。行けミロク。すごい、ミロクの力はまだまだあんなものじゃないよ。カゲロウのごとく我が弓にて滅せよ。このままじゃ全滅である。なんとかするである。きっと何か方法があるはずだ。でもレン君、あれだけの数を相手に一体どうやって。いかに万人といえども無敵じゃない。あの無数のコピーたちをコントロールしている本体が必ずいるはずだ。あいつ、レン、どうしたのです。あいつだ。あいつだけダメージが残ってる。コピーはダメージを食らったら消えてしまったのに。本当だ、リアル。ミナミ、デッドラビッツであいつを攻撃するんだ。ポイズンさん、ストライクショット、ギャン飛びデバイスオン。そんな、これが神羅万象の得意点。マジか。レン、片付けない。いいんだ、リョーマ、いけるな。もちろんぜよ。お前の底力を見せてやれ。やるね。無数の分身、揺らめく大気、逃げ水。奴の正体はカゲロウの神格マリシテ。ミロク、どうすればいいと思う。珍しいですね、戦いで意見を求めるとは。ま、プランの前にリサーチありって感じ。プランを必要としてるのは
僕じゃないがね。あの分身たちはいわばカゲロウ、ダメージを負えば消滅するただのコピーに過ぎない。奴らに一度ダメージを与えられればカゲロウはその姿を保てなくなり分身は残らず消えるはずだ。いっぺんにダメージを与える？そんな、一体どうやって？そういうことならこの私ができるんですか？ま、賭けだけどマナがいればね。やりましょう。スクールハウス、いっけー、ワルプレギ、あたしのサバトへようこそ。あいつだ、龍馬。おうよ、ここの地下に眠っている本当にヤバいやつはこれなんだよ。これが？そう、封印石。こいつが放すパワーを封印しなきゃいけない。見なくてもいいよ、特にガールズはね。社長！マダラメさん！あ？これでいい？大丈夫ですか？ああ、ありがとう。ちょっとは慣れてきたよ。これでもう3回目だからな。3回もこんなことを？そんなものを体に取り入れるなんて普通はできるもんじゃない。だがこうすればこの場所の力は収まってモンスターは寄りつかなくなる。リスクを取らなきゃ平和は訪れないんだ。それにこれは僕がすべきこと、運命なんだよ。どういうことですか？僕の余命はあと少しなんだ。現代の医学では最先端の研究でも治療法が解明できていない難病でね。ま、今はもうアグリーしてるんだ。最初からそうだったわけじゃないよ。手は尽くしたから。じゃあ行こうか。マダラミさん、俺も俺にできること手伝いますから。じゃあ。ああ、期待してるよ。ああ、今回も来たな。よかったわ。相変わらず達者ですね。あの魔女にまで信じ込ませるとは。別に今に始まったことじゃないっしょ。そもそも嘘ばっかだし。エナジーポイントにモンスターが呼び寄せられるというのも嘘。呼び寄せてるの君だしね。ま、全ては目的のためだ。この世界を変えるというね。変わらず、たまに迷ってさ、迷い歩いて
モンストアニメは占い師も困惑？エナジーポイントはどこに？何その盛り上がり。すっごい当たる占い師にエナジーポイントの場所占ってもらおう。私も占ってほしいです。え、しかもリョーマたちまで。